イタリアの漫画家とアニメ制作会社に勤めていた漫画家によって1963年に考案された、もともとはイタリアの潜在会社ミラランザ向けに制作したアニメーション CM のキャラクターである。テレビ CM では当初は白いひよこで、生まれた際に殻が割れにくく、足だけが殻から飛び出した状態で巣から水たまりに落ち、泥で黒くなったため親にも気づかれず途方に暮れるが、人間に拾われミラランザの洗剤に浸されて白い色に戻るという内容であった。カリメロピヨピヨカリメロ歌じゃおう、たまごの帽子をかぶっちゃおう、釣りしら大好きThank you.